はい、なんとですね、今回新カードがですね、実は4枚追加されることが新たに判明しました。まずですね、これ早速見ていっちゃいましょう。全部でですね、今回は、4枚のカードが追加されるんですけども、まず1枚目がですね、これスケルトンバルーンです。これがですね、コスト3のノーマルカードになってましてですね、はい、これどうもですね、これ見る限りでは、これヒットポイントがおそらくこれなくなると、こうスケルトンカウント ×8 っていう風になってるんで、まあ、この樽みたいなやつ、ドクロのついた樽みたいなやつから、スケルトンが8体出てくるっていう感じだと思うんですよね、これ。まあ、ちょっと違うかもしれないんですけどね、これ呪文のゴブリンバレルのスケルトン版みたいな感じになるんじゃないでしょうか。でですね、多分バレルはまあ呪文なんで、どこにでもね、ビョーンって飛んでいくんですけども、これなんかね、移動速度が普通ってなってるんで、多分これ出したところからですね、ゆっくり空を飛んで移動していくような感じになるんでしょうね。まあ、で、さらにですね、これ、ちなみにこれヒットポイントはですね、636、これタワーレベル、ねえや、トーナメントレベルだと、636あるんですけども、これまあファイアボールは打っても一応助かるといった感じですね。でですね、これ注目はやはりこれ建物狙いってとこですね。どうもこれなんか攻撃力が設定されてないんで、攻撃を全くしないっぽい、なんだこれ、輸送船みたいな感じになってるんだと思うんですけども、建物に向かってとりあえず飛んでいって、でなんかこう中から樽からスケルトンが8匹バコッと投下されるみたいな感じになるんでしょうね。これなんでこう、どうやってこれ使うのかちょっとね、難しいんですけどもね、なんかこうバレルと合わせて使ってみたりとか、あとこうインフェルノタワーにこう向かってぶん投げておけば、こう8体もねスケルトン出てれば、こうインフェルノタワーがねタゲ取ってる間に一気に倒せるんじゃねえかな的なところもありそうですよね。はい、あとはまあ一応緊急時にこう防衛で使って、マスケットとかアーチャーとかこう空中を攻撃するユニットに対しては使っておくと時間も稼ぎつつ、で中からさらにスケルトンが出て防衛みたいな使い方も一応できなくはないでしょうね。まあ通常で考えるとコスト3なんでスケルトン部隊で受けちゃえば良さそうなんですけど、まあ緊急時にはそういう使い方もできると。結構なかなか新しい戦術が生まれそうなユニットですね。はい、続きましてホバリング砲、ですね、これがコスト4のレアカードになってましてですね、なんかこうホバリング砲っていう名前すでにねこれかっこいいんですけども、素早くて愉快な飛行機械ということなんで、まあとりあえず空を飛んでいる大砲というか、まあ射撃する武器、攻撃ユニットみたいな感じでしょう。でですね、まあ、空飛びながら、さらにこれ、射程がね、6っていうかなり遠距離攻撃ができるユニットになってまして、まあ、ただね、脆いのが難点ですって書いてあるんですけれども、実際ヒットポイントがですね、510と、これかなり低いんですよね、これ。まあ、なんかこう、長い射程とこう単体攻撃っていう感じなんで、こう、空を飛ぶ吹き矢ゴブリンみたいなイメージなんですかね、これね。はい、ちなみにこう同じようなコスト4のユニットだと、マスケット重視だと、マスケット重視がヒットポイント598でダメージが176っていう感じなんで、基本的にステータス的にはマスケット重視の方が全面的には上ですね。射程は6で同じなのかな、これ。はい、でヒットポイント510だとこうマスケット重視の攻撃3発でやられてしまうという感じですね。一応攻撃速度、まあ 0.1 秒速い。こっちが1秒で、マスケット重視が 1.1 秒なんで、一応ホバリング砲もやられる前になんとか3発は打ち込んでくれるっていう感じにはなるんで、相手も瀕死にはなると。まあ、タワーと合わせればマスケット重視も落とせるぐらいにはなるんでしょうね。はい。で、まああと空中ユニットですと、まあこう、射程が長いユニットっていうのは今まであまりなかったんで、まあ、ベビドラとかが射程 3.5 だったりとか、あと一応地味にね、ガゴとメガゴも、こう、なぜかっていうか、こう、射程がなぜかこう2あるんで、ね、まああとインドラも射程4なのかなとかあるんですけど、まあちょっとそれらのユニットとまたちょっと違い、普通に結構長い長射程の射程6で攻撃できるっていうのがやっぱ、でかいですよね。
地上ユニットを一方的に攻撃できるほか、まあ、対空ももちろんできるんで、なんかこう新たな空軍部隊とかができたりするんじゃないでしょうかと。はい、続きまして、60式ムート、これがですねコスト5のスーパーレアカードになってまして、これ車輪がついた大砲ですっていう風に書いてあるん でさらにこれね移動速度がまあ設定されてるんで、これ建物っぽく見えるんですけど、まあこれ普通にユニットなんでしょうね、タイプユニットって書いてあるんで、なんでこう移動する大砲っていう感じで捉えておけばまあ間違いないでしょうと。でですね、これなんかヒットポイントがシールドのヒットポイントもあって、でシールドをこう破壊すると動かない普通の大砲になりますってなってるって、まずはシールドがダメージを受けてくれると。なんでこうダクプリとか盾の戦士、工場バーバリアンみたいに、まあとりあえずこの690までのダメージはシールドが受けてくれるっていう感じですよね。でシールドがこう破壊されると普通の大砲になると言ってるんで、こうシールドっていうかまあタイヤなのかな、これこのタイヤがあるうちはタイヤが攻撃を受けてくれて、タイヤが壊れるとそこにポコって多分こう固定の大砲になるみたいな、結構ね相当変わったカードになってますよね。はい、でまあそもそもこれねコスト5って結構高いんですけど、シールドのヒットポイントがかなり高くて、696シールドが600、まあ、タイヤが696で本体も696で合わせてるとこれ1400近いんですよね。それぞれがまあネクロマンサーぐらいのヒットポイントがあると。まあ、合わせると1400で、まあ、ボーラーよりはちょっと少ないかなぐらいなんですけども、これ696ってこれファイヤーボールを打っても、タイヤ部分壊れないんで、そのままこっちまで来ちゃうって感じですよね。で、まあ、ライトニングだと一撃で倒せるんですけども、これライトニング打った場合、おそらくこう、工場ババみたいな挙動になって、タイヤ壊した後に本体も壊すみたいな、多分2発分こいつがおそらく吸収するような感じになりそうですよね。多分やってみないとわからないんですけども、それはそれでかなりこう飛来心的な、まあコスト5で飛来心するのかって話もあるんですけど、まあできそうだと。はい、で仮にこれもロケット撃っても逆にこれタイヤしか壊せなくてもったいなかったりするんで、これかなり難しいですよね、これ処理するのが。でこうタイヤがついてる戦車中はどんどん進んでいって、タイヤがやられたらそこに、まあ、普通の大砲になるってなってるんで、通常の大砲みたいな感じにそこ建物になるんでしょうね、これ。なんでこううまいこと移動させてどっかで相手に破壊させて建物を置くと、なんかこうホグライダーとか急に方向転換してそっちに走ったりするみたいな誘導とかもできるのかもしれないですよね。これなんかすごい新しいんで、これ相当楽しそうなユニットですね。ちょっとこれ早く使ってみたいですね。はい、そして最後、これがねまたかなりすごいんですね。これウルトラレアなんですね。はい、まずコスト7のウルトラレアユニットが新ユニットとして出てくると。高コストのウルトラレアっていうと、コスト6のスパーキーとかコスト7のラバハウンドなどね、最近はあまり低コストのウルトラレア入ること多かったんで、結構久々かなっていうところですね。で、まあみんなが見た目的にも硬そうなんですけど、実際ヒットポイントもね、これ3300もありまして、これジャイアントが3300ちょいなんで、これほとんど一緒ぐらいで、ペッカもね3400ちょいかな。なんで、同じようなヒットポイントになりますよね。かなり硬いと。で、狙いが、地上なんで、なんかこうペッカみたいにちょっと近いような雰囲気が出てはいるんですが、これねダメージがなんかね範囲ダメージっていう表記になってるんで、まあ、つまりこれ基本的な攻撃が範囲攻撃っていうことでしょうね。ペッカはこう一撃が高いんですけど、スケルトンとかだとこう一匹ずつしか処理できないんですが、まあ、こいつだとこう結構ギャングとかスケルトン部隊とかまとめて処理できちゃうと、バーバリアンとかもねできるのかもしれないですね、これね。はい、これ一気に蹴散らせると、あとですねもう一個これ注目点があって、こうなんか敵を踏みつけてジャンプして周囲に大ダメージを与えますって書いてあるんですけども、これなんかですねどうもまずこう生成ダメージっていうのが書いてあるんですけども、これ生成ダメージってエルウィズが持ってるやつと多分同じなんで、
あれ出るときザップで、わわーとか言ってザップがバコンって出るんですけど、こんな感じで多分出現時にこう、ジャンプして降りてくるっていうイメージなんでしょうね。なんで、出した瞬間に範囲の400ダメージ、480ダメージが入るのかな、これ。なんかこう、エリババ来たとか、ババ来たとか、なんかね、こう、そういうのに、受けるときにこう出しちゃえば、出現時に大ダメージ与えられるっていう感じになりそうですよね。で、それだけじゃなくて、これジャンプなんかジャンプ距離っていうのがあって、これ4から5。これなんかアサシン U のも同じような感じになってて、こう一定距離より離れてる場合に、こう、アサシン U の専用のダッシュモーションが出るのと同じような感じで、これ距離が離れて地上ユニットか地上建物があった場合は、そこも向かってビヨンと多分飛ぶんでしょうね。そうするとまたジャンプの着地ダメージが480入るというような感じになってるわけですね。これジャンプ中になんか無敵とか、まあ、飛んでたらなんか無敵になりそうな気もするんですけど、そういうのがあるのかどうかわかんないんですけども、パッと見はかなりペッカと似た重量級なんですけど、また一味違った使い方ができそうだと。なんかね、ペッカと一緒に出してこうプリプリみたいな、ダクプリとプリンスみたいな感じで、こうこのメガナイトが範囲でやりながら、ペッカが一匹ずつ滅殺していくみたいな、超重量級デッキみたいなのもかなり楽しそうですよね。あとね、これやっぱウルトラレアなんで、また結構半端ねえチャレンジが来るんじゃねえかなって気もしてますけど、はい、その辺も含めてかなり楽しみですね。はい、というわけで、今回はですね、このスケルトンバルーン、ホバリング砲、60式ムート、メガナイトっていうですね、4体のなんと新カードが登場するということが明らかになりましたね。まあ、いつ登場して、まあ、どんなユニットになるかっていうのはね、またこう詳細を待つということで、とりあえずこの4体が出るということだけ覚えておいて、皆さん楽しみに待っていきましょう。それではまた。